監督の持つ球団の日、出身選手最多塁打まで、あと1ドジャース11位にナショナルズ、日時間25日ワシントン DC ドジャース、大谷翔平投手は24日、日時間25日、敵地、ナショナルズ戦に、2番、指名打者で出塁し、3の2塁打を放つなど、6打数3安打2打点の活躍を見せた。三目の二塁打はあと少しで塁打となる、フェンス直撃の大きな当たり。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、塁打にならずボールが落ちてきてくれと願っていたと、彼に話をしたよ、とジョークを飛ばした。2の二塁打を放ち迎えた9回西一三塁の第6打席。前日23日、同24日に塁打を放っていた右腕、バーンズの外角の球を捉えた。打球は左中間へ飛距離386フィート、約 117.7 メートルの大きな当たり。惜しくもフェンスに当たり、3戦連発とはいかなかった。沖縄生まれのロバーツ監督は、球団の日出身選手では、最多となる7のアーチを描いている。大谷は、前日の同カードで6号塁打を放ち、あと1に迫っていた。試合前には、今日できれば1番、いいですけど、ベストを尽くしたいと思いますと、意気込んでいた。惜しくも記録更新とはいかず。ロバーツ監督は、ボールが落ちてくれば、塁打にはならないからね。また1日生き延びたよと笑っていた。とはいえ、打撃に関しては、彼のバットが放つ打球はとにかく別物だと大絶賛。この日の第1打席では115.6マイル、約186キロの痛烈に塁打。2戦連続で115マイル以上の打球を放ち、ロバーツ監督も、彼自身の打球速度のカテゴリーを手に入れないといけないと、強打を大谷だけ、最低にすべきと訴えた。フルカウント編集部。